いいなと思って。すごい変な話していいですか？なんか、胸がある人って、うん、胸がない人のことどう思ってるんだろうって思う。かわいそう。私たち羨ま、私たち、これ、一緒じゃない。かわいそう。私たちって言うと。あ、私たちって。私たちって。ごめんなさい、ごめんなさい。あ、さやかがそっか。ごめんなさい。でも、ウォッチとか羨ましいと思うじゃないですか。どう思ってるの、うん、私たちのこと。かわいそうだなって思ってる。かわいそうだなって思わないよ。かわいそうな奴ら。思わない。思ってんでしょ。思わない。思ってんでしょ。じゃあなんて思ってんの。いや、なんとも思ってないけど。もうそういう、あれだよ。考えがもう貧相なんだよ。わかった、考え方が。なんか、私は、うん、憧れるのは、うん、モデルさん的な感じ。T シャツが綺麗じゃないの、着ても。なんか。わかる？いいじゃん、そうなんだ。だ違うんだよ、そうじゃないんだよ。ない方が T シャツ綺麗なんだよ。そう、そうなんだ。だって、見た時に T シャツの胸の部分って膨らんでないでしょ？買う時に。うん、でも着たらちょっと違うんだよ。なんか、イメージが。じゃあ今、さやかちゃんが着てるこのロックな、ロックな蛍光色の T シャツを。これ相当でかいから大丈夫。あ、そっか。うちは逆に胸がないくて、うん、腹筋がここ上の部分だけ、ボコってなってるから、うんボコってなるのが悩みなの。わかる。ちょっとなんか野球選手とかなんのわかる？わかる。太ってないんだけど、ここがボコってなるのなんだよ、ね。太ってないんだよ。中のインナーマッスルがちゃんとしてるから。出ちゃうんだよね。それがすごい嫌なの。でも、やっぱ、胸、あ、羨ましいと思う。思いますよ。毎日羨ましい。だから、なんか、毎日考えてる。着替える時とか、見ちゃうんだもん。どうしても羨ましいなって思っちゃう。ああ。綺麗みんな。綺麗だなと思うね、確かに。綺麗。なんでだろう。うん、神はどうしてこう差をつけたのかっていう。すいませんね、じゃあ。余談でした。余談でしたが。そうでもね。まあそんなありますよね。はい。今日悲しいことばっかり。